先日オフハウスに買い物に行ったら、リサイクルショップ、この中道の文鎮、木箱入りなんですけど、これがちょっとびっくりするかと思うんですけど、これちょっとびっくりするかと思うんですけど、作ってるのこの。で、高尾銅器、国指定伝統的工芸品。これ見てください。これ刻印が押したんですよね、作った人の。これですね、多分これ見る限り同じですね、作った人。なんと山なんですよ、これ。ほら、多分カチカチ山じゃないですかね、これ。これここで燃やせるんですね。これ穴が開いてるから煙が出んのかな。すごいな、これ。どうやって置くの、こうか、違うか、逆か、こうか。すごい気に入っちゃって、こっちは買ってこない、こっちはいなかったかな。なんなんだろうこれ、仏す、なんなんだろうこれ。誰かこの、これ詳しい人いたらお願いします。そしてこれ色も気に食わねえな、これ。どうなのね、変な、なんか真鍮なのが、何なのか、ほうきなのか、青銅なのか。こっちは完全な、何色わかんねえ、これ、ほら。平成元年。これ、かわいいですね。すごいなぁ。これ、いくらで売ってたかっていうと、なんと、税込み2200円で売ったんですよね、これ。2200円。で、ネットで調べたら、実は、中道製の文鎮はオークションに結構出てるんですけど、あまり値段ついてないんですけど、このカチカチ山に関しては、やっぱコレクション、コレクターがいるらしくて、まあそこそこいい感じだったんで、しかも商品自体気に入っちゃったから、俺が思い切って2200円で買ってきちゃったんですけど、あれ、これはいらなかったなぁ、失敗したな。カチカチ山。まあ、こっちも2200円、こっちも2200円だから、両方4400円。よいしょ、よいしょ。うぅ。それゲームして。